皆さんこんにちは。一人前200円以下節約おつまみレシピの妻です。今日は圧力鍋を使った鶏ハム献立をご紹介します。今日の献立は一人前173円。圧力鍋は Amazon で買ったエリーハウスウェアです。エリーハウスウェアはアメリカのメーカーですが、全米で50万台この圧力鍋が売れたらしいです。かなり大ヒットした圧力鍋なんですよね。お値段もお手頃で2万円以下ぐらいで買いました。ということで、まずはメインの鶏ハムを作っていきます。今回初めて鶏ハムを作るのですが、圧力鍋の付属本のレシピに鶏ハムのレシピが書いていて、ちょっと作ってみたいなと思ってたんですね。で、調味料を入れていきます。まず塩小さじ1ですね。で、胡椒は少々、生姜チューブが小さじ1、酒が 50ml、 水が 200ml で、あとはネギの青い部分を入れていきます。ここからスイッチを入れて煮ていくんですが、圧力鍋で鶏ハム作るのは初めてなので、どうなるかちょっと楽しみです。あとは鶏ハムのネギタレを作っていきます。で、この鶏ハムにかけるタレがですね、すごく美味しそうだったので、なんか豚肉とか他の料理にも応用できるんじゃないかなと思います。見ててもらえると嬉しいです。調味料を混ぜ合わせていきます。で、保存容器で作ることで、そのまま余ったら保存もできますし、食べるときにレンジで温めることもできて、すごく便利です。で、お好みでラー油やニンニクを入れてください。子供も食べるのでラー油は後かけにしました。これでメインの鶏ハムは完成です。いい感じに見えるのですが、圧力鍋の中にですね、放置してしまったので、ちょっと硬くなってしまったんですよ。なので、これがどういう味になるか心配だったんですが、タレをレンジで温めてからかけたらすっごく美味しかったです。これはすごく簡単に作れますし、美味しかったのでディピしようと思います。今度は圧力鍋に放置しないように気をつけます。2品目は、味噌汁を作っていきます。前日の晩ご飯が焼きそばだったのですが、その時に余った具材と椎茸、ですとか、あとはネギですね、豆腐を入れて作っていこうと思います。今日も適当に材料を突っ込んでいきます。お玉は突っ込んでおいて、味噌が溶けるのをこのままもう待とうと思います。3品目はきんぴらごぼうを作っていきます。特に至って普通のきんぴらなんですが、うちはですね、大根でかさ増しをして量を増やしていきます。それだと大量にですね、たくさん作れますし、大根もですね、きんぴらにするとすごく美味しいので、そうやって作っています。で、ごぼうの方はですね、アルミホイルで皮を落とすのが便利なので、それだと皮を剥かなくても楽なので、これで皮を落としちゃいます。で、私ごぼうをですね、細く切るのがすごく苦手で、切り方がぎこちないんですけど、そろそろスライサーを買おうかなと思っています。で、うちの子がですね、硬いごぼうを嫌がるので、我が家は煮ながら炒めてます。水、粉末だし、めんつゆ、みりんで味付けしています。最後にごまをかけて完成です。ごまが好きなので、もういっぱい振るっちゃいました。ということで、本日の1人前173円献立が完成しました。1人前200円以下で作れるおつまみご飯を載せてるので、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。